の時期です。今回ですね、ドラゴンゲートのキングオブゲート A ブロック2回戦試合結果予想ということでね、そちらの方やっていこうかなと思いますね。はい、まず早速なんですが、 A ブロック2回戦まず第1試合はですね、 KG 対ヤマト。これはね、ドラゴンゲート世代同士の戦い、まあ言ったら同門対決ですし、なおかつ優勝候補同士の対戦ですよね。やっぱり KG はね、なんだかんだ今年こそと言われ続けてますから、やっぱりシングルプレイヤーとして結果を出してほしいなっていうのはあるんですがですね。そして続いてヤマトなんですけども、まあもうシングルプレイヤーとしてはもうね、実績はものすごいありますし、キングオブゲートも2016年に優勝している。で、今回も優勝候補筆頭の、この優勝候補同士の潰し合いとなりましたね。まあ、予想で12分46秒ヤマトがフランケンシュタイナーで KG から取ると予想しましたね。まあでもやっぱりどうでしょうね、気持ち的には KG に勝ってほしいなっていうのはねあるんですけど、まあなんせ相手がヤマトですから、最後一進一退の攻防の末にフランケンシュタイナーでカウント3となってしまうんじゃないかなと思いますね。はい、そして続いてが、ディアマンテ対マリア。まあ、ディアマンテはね、キッドを相手に勝利を収めてきてますし、対するマリアはね、進む相手に勝ってる。まあ、勢い的に言うたらマリアの方があるのかなっていう感じはしますね。逆転の丸め込みでね、勝利っていうのも全然考えられるので、そういう面ではね、この勢いのあるマリアをどう止めるかっていう感じですよね。まあ、それで11分43秒ディアマンテがプエルタフィナーレでマリアから取ると。まあさすがにね、その A ブロックの代表決定戦に、まあヤマトと KG ドラゴンゲット世代なので、まあたとえどっちが勝ってもドラゴンゲット世代、そしてね、もう片方のブロックから、もう片方の代表決定戦もドラゴンゲット世代っていうのはちょっと考えにくいのかなと思うので、まあそういった面でもディアマンテが上がってくるんじゃないかなとは思いますね。なので、まあ最終的には A ブロック代表決定戦、決勝ための進出決定戦はですね、ヤマト対ディアマンテっていう風になるんじゃないかなと思いますね。やっぱりまあディアマンテなかなかシングルは見ないですから、ここで一気にどんどんとインパクトを残してほしいなっていうのはありますね。はい、ということで、まあ今回これで終わります。チャンネル登録だけよろしくお願いします。あとリクエストコメントとか、他にはこちらのA ブロック2回戦に関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで今回です。